ギルザーベルクは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州シュバルムエーダー軍に、属す、町村である。ギルザーベルクは、シュバルムエーダー軍西部の町で、マールブルクビーデンコプフ軍を呼び、バルデック・フランケンベルク軍と境を接している。この町は、ラインベーザー分水域を含むギルザーベルガー、ホッホラントを内包している。ラインベーザー分水船は、首有のギルザーベルクと、 リシャイト地区との間を通っている。ギルザーベルク周辺の中心部分は、ギルザ川上流が流れる高地からなる。分水線の向こう側にあたるボーラ川支流のヨスバッハ、川やハイムバッハ川が流れる、南西部の集落であるリシャイト、ビンターシャイト、ハイムバッハの各地区は、シュバルムエーダー群の中でライン川流水域に属す、唯一の地域である。ザクセンハウゼン。 イッツンハイン、ベルンハウゼン、アッペンハインといった集落がある街の南東部は、カッツェンバッハ川やビーラ川支流のハルトバッサー川が流れており、シュバルム川水系に属す。街の北部にあたるシェーンシュタイン地区は、ケラーバルトの中にあたる。この集落と北西のゲミュンデンとの街境に、この街の最高地点である海抜585メートルのヨイスト山がある。 北東のシェーナウやゼプベーテローデの近くにはホマイベルク3がある。首夕であるギルザーベルク地区はケラーエダーゼ自然公園の南端にあたる。シェーンシュタインやシェーナは自然公園内にあり、ギルザーベルクやモイシャイトはその境界上に位置している。北東のカッセルと南西のマールブルクとを結ぶ連邦道 b 3号線が町内を通っている。 ギルザーベルクは、北西はハイナ、北東はイエスベルク、南東はシュバルムシュタット、南はノイシュタット、南西はシュタット・アレンドルフ及びラウシェンベルク、西はボーラタール及びゲミュンデンと境を接している。自治体としてのギルザーベルクは、以下の11の地区からなる。首有のギルザーベルクのほか、アッペンハイン、ハイムバイハ、ベルンハウゼン五領地を含む一千ハイン。 リシャイト、モイシャイト、ザクセンハウゼン、シェーナウ、シェーンシュタイン、ゼップベーテローで、ビンターシャイト。ギルザーベルクは、1262年に、初めて文献に記録されている。1972年1月1日、ギルザーベルク、ハイムバイハ、リシャイト、ザクセンハウゼン、シェーナウ及び、ビンターシャイトが合併して、自治体としてのギルザーベルク町が形成された。 新しい町は、ギルザーベルガーホッホラントの中央に位置することから、ギルザーベルクが、行政庁舎の所在地となり、町名もこの集落名が取られた。1972年4月1日にアッペンハイン、及びベルンハウゼンを含む一千ハインが、1974年1月1日に、モイシャイト、ゼプベーテローで、シェーンシュタインがギルザーベルク町に合併した。 ゼプベーテローデの牧師区には、ギルザーベルクと、シェーナウガ、リシャイト牧師区には、ハイムバッハ、ビンターシャイト、ザクセンハウゼン、イッツハイン、アッペンハインが属している。シェーンシュタインとモイシャイトは、デンスベルク牧師区の一部である。ギルザーベルクには18世紀から1933年まで、ユダヤ教組織があった。ユダヤ人住民が、 最も多かったのは1900年頃で約70人に達した。最初のシナゴーグはおそらく19世紀の初めに建造された。1898年1月12日に新しいシナゴーグが完成した。この建物は1938年の水晶の夜で破壊された。少なくとも4人のこの町のユダヤ人住民が絶滅収容所で殺害された。 現在も残る小さなユダヤ人墓地がユダヤ人組織を忍ばせる。ライナー・バルトは2012年9月16日のギルザーベルクの町長調選挙で53.4%の票を獲得した。この選挙の投票率は79.3%であった。バルトは2013年1月2日から町長職に就いている。これ以前市町村再編後の町長は 以下の通り、ギルザーベルクの行議会は23議席からなる。ありがとうございます。